ミエシコ二世イオティよびは、オポーレラチブ主公であり、カリシュビエルニ公でもあった。オポーレ公カジミエシュ一世の長男で、母はおそらく、ブルガリア人であったビオラ。衣装は肥満公である。1230年の父の死の時点で、ミエシコ二世イと弟のブアディスワフは、未成年であったので、広告は殺傷による政治が彼らの母と、ブロツワフ公を ヘンリク一世によって取り行われた。夫の最後の政策に従って、公爵夫人ビオラは、教会との緊密な協力という方針を取った。1233年に、おそらくブロツワフ公の同意のもと、教皇グレゴリウス9世から直書が発せられ、若い公爵たちの養育権が、母から取り上げられ、グニエズの広塚佐教と、ブロツワフとオロモーツの司教に与えられた。 一年後、この決定に対する反抗を鎮めるために、ヘンリク一世は、カリシュとビエルニを公爵兄弟に与え、オポーレラチブシュを完全に支配しながらも、それに対する彼らの相続権は否定しなかった。1238年、ヘンリク一世が亡くなり、息子のヘンリク二世が後を継ぐと、オポーレラチブシュの殺傷政治も引き受けた。間もなく、 三重子二世は自分たちの土地の統治権を要求し始めた。三重子二世がいつオポーレラチブシュの支配を引き継いだのかは定かではないが、おそらく1238年の後半か1239年の前半であるとされる。最初に言った政治的判断の一つは、マゾフシェコーコンラト一世の娘ユリタとの結婚だった。コンラ一世は、その統治下で、 より広範な自治権をオポーレラチブシュに与えた。ミエシュコ2世の母ビオラと弟のブワディスワフはカリシュに残ることを期待された。カリシュはヘンリク2世の指導下にあった。ミエシュコ2世の平穏な知性は1241年はじめのモンゴルの襲来によって容赦なく中断させられた。サンドミエシュコボレスワフ5世とは対照的に敵のナスが ままとなっている時刻を決して諦めようとせず、敵に立ち向かった。この先制攻撃は有利に働き、1241年3月のラチブシュの戦いにおいて、オドラ川沿いでモンゴル軍の一部を捕らえることに成功し、ヘンリク二世に防御を固めるための時間を与えた。しかし1241年4月9日に、 モンゴル軍とキリスト教連合軍とがレグニツァの戦いで激突、総大将のヘンリク2世は戦死した。そこで、ミエシュコ2世は戦闘の決定的瞬間にモンゴル軍によって退却させられるという失態を演じた。このことはキリスト教連合軍の決定的敗北の主な理由の一つである。1241年5月にはすでにミエシュコ2世は、 モンゴル軍によって荒廃させられた領地の再建を始めた。1241年に弟のブワディスワフは成人と宣言され、領土の統治が行えるようになった。ブワディスワフはヘンリク2世からカリシュ広告を与えられることで満足し、オポーレラチブシュ広告は習慣的な分割から免れた。ブワディスワフの権威はビエルコポルスカの金ちによって、 すぐに脅かされており、彼らはこの土地を取り戻したがっていた。この問題の解決の糸口を見つけるために会合を重ねたが良い結果は出ず、1244年に、ブワディスワフは、カリシュから追い出され、ビエルにのみの支配を維持していたが、最終的には1249年にそこも失った。1243年に、ミエシコ2世の軍は、 クラクフ行為をめぐる争いにおいて、義父のマゾフシェコーコンラト一世を支援したが、ミエシコ二世が、ボレスワフ五世に対する、さらなる報復的遠征をさせたという事実があるにも、かかわらず、二人が互いに不信を抱いていたために、マゾフシェオポーレ軍は敗れた。ミエシコ二世がリルフの要塞を獲得したとき、協力はたった三年で有形の利益をもたらした。しかし、 三重子二世の突然死によって、この土地とオポーレラッチブシ広告との恒久的な連合は妨げられた。内政面において、三重子二世は、ドイツ法の下の移民の広がりについて、父の政策を続けようとした。ドイツ騎士団に対して、最新の注意を払い、彼らは高知、高チシロニスクに高価な財産を築いた。一方、オポーレ近くのチャルノボンスイ修道院には、 いかなる支援もしなかった。それは、埋葬地に、ラチブシュにある、ドミニコ会の修道院が選ばれたという事実からも、はっきりしている。ミエシュコ二世はその遺症にも反映されているように、健康に恵まれず、子供を残さずに1246年10月22日に、わずか26歳で死んだ。遺言によって、チェシンを除くすべての土地を、ブワディスワフに残し、チェシンを、 オープラはホドアとして母のビオラに与えられた。ありがとうございます。